どうも皆様こんばんは。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ということでですね、今回は東京グルリインボーク、いろいろガシャが来ているんですけども、今回引いていくのはこちらですね。派遣ガシャ、早速キャラの詳細の方を見ていきましょう。クインクスメンバーですね。まずハイセから、熟練 100% したときに、成功率 25% と時短10分、レア獲得率アッププラス 30%。 30%、 なるほどね。で、成功率 15% からの時短15分ということで、連携が成功率 10% アップ。レア 30% アップって、一つだけだったら初めてじゃないかな。で、熟練で 100% までして、合計で40とかはなんかあったような気がするけど、今まで。なかなか1個だけで30稼ぐのすごいな。で、売り絵ですね、25% アップ、熟練で 100% で時短15分、時短20分からの、占領ポイントアップ 1.7 倍で、成功率 8% ということで、こいつのあれだな、連携が、情報確率アップ 20%。 なるほど、これはあったかな。最近占領ポイント2倍とか結構出てきてるような気がする。まあ、ハロウィンの金木がかなり優秀ですけど、派遣の成功率 10% アップ、連携ですね、成功率じゃないわ、新情報獲得率、30%、 時短15、時短20、 1.7 か、ムツキ欲しいですね。で、成功率 8%、 ムツキいいですね。ムツキか、売り絵が欲しいな。白で 100% で新情報確率 30%。 30% 系が今回の推しなのかな。コストカット 20%、 コストカット 25、占領ポイント 1.7、 成功率 8% ということで、これ結構初心者向きなんじゃないかな。多分ね、コストも使ってないんで、俺は知らずよりかは、ムツキとか売り絵が欲しいかな。いいね、時短の占領ポイント 1.7 の成功率。まあ成功率はいいとして、いいっすね。売り絵かムツキかな、俺は。性能的には欲しいっすね。ムツキがいいね。ムツキを狙っていきましょう。とりあえず確定枠まで回します。はい、いきましょう。皆さん正月いかがお過ごしでしょうか。あの、学生の時ぶりにカラオケオロしたんだけどね、無理だね。全然持たない、体が。マジで。ちゃんと初詣も行きましたよ。今年はね、2回、なんか毎年2回行くんだけど、小吉、小吉と吉だったのかな。小吉ってあるっけ、末吉かな。おっと、一発目で売り絵欲しかったやつ当てていく。これなんか背景があれだね。もう正月、一面正月みたいな背景になってるんだ。エフェクトみたいな感じじゃなくて、いいっすね。はい。ということで、次、確定枠ですね。そう、なんか、大吉が出るまで、まあ、僕、ソシャゲ能なんで、大吉が出るまでリセマラしようかと思ったんですけど、さすがに、さすがになと思って。さあ。ムツキな、ムツキが欲しいっすね。まあ、売り絵でもいいんですけど。最近はもう派遣キャラを育てることにちょっと集中してるんで。おっと、1枚だけ。確定枠だけ。っていうか、促進剤今かなりショップで売ってるんで、買い時ですよね。安いよね、確か。高い方から買っちゃったんだけど。おー、知らず。大吉。大吉知らず。はい、ということで、今回は派遣ガシャですね。新年派遣ガシャ確定枠まで引いてピックアップ、シラスとウリエ、ここでウリエとシラスを引き当てるのは、なんかなかなかいい感じですね。ということで、お疲れ様でした。引き続き冬休みをお楽しみください。今回もイラストが届いております。どうぞ。